Hello， 大家好，我是金子。那今天我们和我们的 Twisted Wonderland， 那上一次的话好像开始有点暴动的感觉哦。那我们来继续看下去吧。疲れた。もう一歩も歩けねえんだぞ。俺様だってもう限界なんだぞ。こんな牢獄には1秒たりとていたくねえ。疲れてるしもう眠たいけど、今夜こそこのスプーンで床に穴を開けてやるんだぞ。ついに床に穴を開けることができたんだぞ。そんなにでかくは開けられなかったけど、頭が通れば大体の穴は通れるって帳簿が決まってるんだぞ。俺様が先に出て引っ張ってやる。よし、脱出作戦開始なんだぞ。外に出られたんだぞ。さ、今のうちにオンボロ寮へ戻るんだぞ。音を立てないように。あっ、しまったんだぞ。穴掘りを頑張りすぎたせいで腹が減って。なんだ今の地響きのような音は。オンボロ寮生たちの部屋の方だ。やべんだぞ。お前たち、そこで何をしている。いや、見つかっちまった。鍵はしっかり閉めたはずなのに、どうやって外へ。ああ、床に穴が。なんて往生際の悪い奴らだ。脱走者だ。おえー、捕まったら、また牢獄生活へ逆戻りなんだぞ。逃げろ。とりあえず適当な部屋に入ってやり過ごすんだぞ。どこへ行った。手分けして見つけ出せ。出てこい、ドブネズミどもめ。行ったみてえだな。なんとか逃げ切る方法はねえのか。にしてもここは何の部屋だ。真っ暗で何も見えねえんだぞ。ん、なんかふさふさしたもんが顔に。くすぐって。おい、スマホで照らしてくれ。声出しちまうところだったじゃねえか。ここカリムの宝物庫か。鍵一つかけてねえなんて金持ちにも程があるんだぞ。そうだ、お前がいれば見張りを振り切って外に出られるかも。やい、ジュタン、お前をここから出してやる。だから俺様たちを寮の外まで連れて行くんだぞ。絨毯の上に乗り込むんだぞ。スカラビアにおさらばだ。やっほー、やったー、脱出成功なんだぞ。俺様たちは自由なんだぞ。あ、あれを見ろ、あいつら寮長の魔法の絨毯に乗ってるぞ。脱走したばかりか盗みまで。寮長にバレたら僕たちどんな目に遭うか。絶対に捕まえろ。待て、この泥棒。へへ、悔しかったらここまでおいでってんだぞ。そういう、カリムは隅っこについてる房を掴んで引っ張って。うわ、急に回転しだしたんだぞ。
寮の外へ出るぞ。おえおえおえ。こんな深夜にどんなお客様がいらっしゃったのかと思えば、食べ物盗みに来た泥棒かと思って締めに来たのに、小エビちゃんとアザラシちゃんか。なんだつまんねえの。おい、お前らなんでここの。なんでって、俺ら冬休みや流氷で家に帰らないって言ったじゃん。それじゃあここはオクタビネル。はい、オクタビネル内のモストロラウンジです。やった、俺様たちついに牢獄からの脱出に成功したんだぞ。牢獄とは。つうか、その四角いヒラメみたいなの何。カリムさん所有の魔法の絨毯によく似ていますが。もう逃げられないぞ、ヌスッとともめ。おとなしくお縄につけ。ところまで追っかけてくるなんて、なんてしつけえ奴らなんだぞ。君たち、こんな深夜に一体何の騒ぎです。お前はオクタビネルの領長アズール・アーシェングロット。これは一体どういう状況なんですか。オクタビネルには関係ないことだ。おとなしくそこの二人を引き渡してもらおうか。よく見れば床に転がって震えているのは監督生さんとグリムさんじゃありませんか。あまりに小汚いので雑巾かと思いましたよ。引き渡さないのであればお前たちもただでは済まさないぞ。はあ、誰に向かって言ってんの。モストロラウンジではいかなる揉め事も認めません。ここは紳士の社交場ですか。だと邪魔する気か。カバワン、実力行使あるのみだ。品のないお客様にはお引き取り願いましょう。ジェイド、フロイド、彼らをつまみ出しておしまいなさい。はい。なめんじゃねえ。まとめて相手になってやる。やあねえ、くそ、一旦退却だ。覚えたのよ。ほら、散れよ小魚ども。皆様のまたのご来店お待ちしております。にゃはやったんだぞ。見てか、こんにゃら。いい気分になっているところ恐縮ですが、オンボロ寮のお二人には今の戦いで傷ついた机や椅子の修繕費および巻き込まれた僕らの労働費を支払っていただきたいのですが。取るんだぞ。タコ殴りにされそうなところを救ってあげたんです。安いものでしょ。俺様たち、スカラビアの揉め事に巻き込まれてひでえ目にあったばっかりだってのに。やっぱりこの学園にはろくなやつがいねえんだぞ。なんですって。スカラビアの揉め事とは。スカラビアの寮長が圧政を。そう、寮生たちが毎日カリムに大変な目に遭わされてるんだぞ。あのカリムさんがそんなことを。ラッコちゃんってそういうことするタイプなんだ。あまりイメージにありませんね。副寮長のジャミルってやつがめちゃくちゃ困っててよ。この学園にしては珍しくいいやつで、
俺様ちょっぴり同情しちまったんだぞ。でそんなピンチだってのに学園長は全然連絡つかねえし、本当に無責任なやつなんだぞ。アズールはジャミルさんと同じクラスでしたよね。ええ、選択授業も同じことが多いのでよくご一緒しています。グリムさんの言う通り、彼はこの学園では珍しいタイプかもしれません。あまり主張がないというか、おとなしくて地味というか。はあ、俺もバスケ部で海蛇くんと一緒だけど、いい子ちゃんのプレーするやつって印象。他の寮にあんま興味ないから知らなかったけど、スカラビアの副寮長だったんだ。寮長の圧政に副寮長である彼が困っている、うん、では力になって差し上げなくては。あ、おめえがそんなこと言うなんて、どういう風の吹き回しなんだぞ。ちっけえな。僕は前回の一件で自分の欲深さを反省し、心を入れ替えたんです。これからは海の魔女のように慈悲の心で学園に貢献しようと決めています。今スカラビアが危機に瀕し、クラスメートが助けを求めている。そんな一大事無視することはできません。ほほう。毎年同じ顔に囲まれてターキーをつつくのにも飽きてきたところです。僕たちも明日からスカラビアへお邪魔しようじゃありませんか。え、せっかく逃げ出したのにまた監獄に戻るのか。俺様嫌なんだぞ。まあまあ、アザラシちゃん、そういうなって。アズールに任せておけばきっと楽しいホリデーになりますよ。お邪魔するのに手ぶらも失礼です。ジェイド、フロイド、手土産の準備を忘れずに。はい。灼熱の砂漠で過ごすホリデー、悪くないじゃありませんか。楽しみですね。哇，怎么看都不是很妙啊，加上他们几个，这怎么可能会是一个很妙的剧情呢？他们终于要加，终于要加入了这个剧情里面，究竟后面呢会是什么的进展呢？那我们敬请期待。感谢大家收看，那今天的影片就到这里结束啦。那如果你喜欢我的影片的话，记得在底下留言告诉我。如果你还没订阅我的话，记得在底下点下订阅哦。那我们下次再见，拜拜。